太陽の巻き場王は、角丸による日本の漫画作品。本作品は1994年から1998年まで、週刊少年ジャンプにて連載されていた、競馬漫画、緑の巻き場王の続編である。当時、春うららの人気で注目された高知県高知市に、実在している高知競馬場舞台に、一見不条理で非現実的な作風ながら、 同時に、地方競馬を舞台に、世相や競馬界の抱える、様々な問題点を描き出すリアルさを持つことが特徴である。また、前作と同じく下品なギャグ色が強い作品であり、主人公の日の出巻和王の現役から引退までのストーリーとなっている。週刊プレイボーイにて2006年44号に読み切り掲載を経た後、 2007年15号より2011年19.20号まで同紙にて連載され、同年5月9日、更新分より週刊プレイボーイのウェブサイト、週プレニュースに移籍し、題名も太陽の巻場 OW へと改められ2017年2月まで連載された。単行本は太陽の巻場 O 名義で16巻まで、新しく太陽の巻場 OW 名義で20巻まで、 刊行された。話数カウントは、前作と同じく、週刊、XXX はウィークリークスはテレビ東京の競馬番組、ウィニング競馬で取り上げられた。本作品の連載終了後、セガのゲーム、ストーホースとコラボが行われた。日本競馬界は、無敗の二巻はフィール往来の独壇場から始まり、緑巻場王たちの活躍も昔話に語る。 そんな中、地方の高知競馬場に出馬している牧場王の姿があった。緑牧場王そっくりの日の出牧場王。アイドルホースとして人気を集めているということをきっかけに、様々なライバルバーたちと戦って、大井競馬場で開催する G1、帝王賞に挑んでいく。日の出牧場王が帝王賞でダートの頂点に立った少し前、ダービーでも奇跡の勝利を果たした牝馬がいた。 彼女の名はファムファタールである。彼女は続けて宝塚記念、そして外線門賞を目指すというのだった。しかしそれは怪我から復活したフィールオーライと同じ道だったらしい。新旧の怪物が宝塚記念で激突する。中央競馬所属ダイナスティ地方競馬所属外国馬、現役引退バベアナックル太陽の巻場を W に関するカテゴリー。ありがとうございます。